ああ、居心地が悪い。会長は微笑んでるだけで何も言わないし、俺も会長の真意がわからないからうかつなこと言えないし。ここは一つさりげなく探りを入れてみるか。ん？いい天気ですね。そうだね。ダメだ。この状況を打開するには会話スキルが足りなすぎた。やっぱり日常会話から探りを入れていこうなんて俺には無理だ。かといって会長が話してくれないことにはどうにも。まどろっこしいことをしててもしょうがない。昨日の口ぶりから漫画関係のことにほぼ間違いないんだ。覚悟を決めよう。昨日会長は俺の正体って言ってましたけど、会長が言っていた正体の意味、漫画原作者という意味での正体だとまずい。今のところ俺はポジティブに俺が変態という意味の正体だと捉えてるけど、いやそれポジティブじゃねえな。うん、コウキくんが芋サラダ先生なんだよね。会長が口にした馴染み深いペンネームにドキリと心臓が跳ねる。やっぱり気づかれてたか。ミスをしてしまったことは仕方ない。何せよ俺が芋サラダであることは黙っていてもらわないと。びっくりしたよ。まさかこんな身近に芋サラダ先生がいるなんて思わなかったもん。そのことなんですけど。ん？学園では漫画のことは秘密にしてまして、俺にできることだったら何でもするので、どうかこのことは他言無用でお願いします。あ、でも奴隷契約とか鹿くん先生に合わせろとか言われても困るんですけど。お、奴隷？そんなことしないよ。え、あ、でも。はい、これ。あ？会長は混乱する俺に数枚の紙を手渡してきた。なんでこのタイミングでって。なんで会長がこれを？昨日高塚さんに提出したプロット、メモ帳にまとめられたのは大まかな流れだけで、清書したものは俺と高塚さんしか持ってないはずなのに。まさか清書した方も落とした？あ、いや、あと打ち合わせの時には手元にあったからありえないはずだ。じゃあどうして？一番最後のページを見てみて。最後？言われた通り紙をめくっていくと、ん？昨日の今日だからラフしかないけど、私のイメージはこんな感じかなって。せっかく芋サラダ先生に会えるんだから直接意見を聞きたいなって思うんだけど、どうかな。黒髪ロングで清楚感を出しつつ、目元はどこか勝ち気な雰囲気を漂わせていて、華奢で儚げなのに肉感的で、年頃の女の子の魅力が溢れんばかりに表現されている。説明されなくてもわかる。そこに描かれていたのは間違いなく昨日打ち合わせたばかりの新キャラだった。すごくいいと思います。よかった。設定を見た時にこれだってビビッときたから結構自信あったんだ。なんで会長がこのキャラのことを？あ、いや、それよりもイラストのクオリティの高さだ。まるで本物の鹿くんのような、というよりは本物としか思えないほどに洗練されている。それに加え、メモ帳の剣と俺と高塚さんしか持っていないはずのプロットを持っていたということ。もしこのイラストを本当に会長が描いたんだとすれば、正直うなずかれてもまだどっかで疑っちゃうと思うんですけど、会長ってもしかして。そうだよ。質問する前に聞かなくても分かるとばかりに首を縦に振る会長。ってことはやっぱり私が鹿くん、コウキくんの、芋サラダ先生のパートナーって言えばいいのかな。いつもお世話になってます、芋サラダ先生。あ、どうも。軽く会釈する会長。
うすす感づいていたと、感づいていたとはいえ、あっけに取られていた俺もワンテンポ遅れて頭を下げる。会長が鹿くん先生、開いた口が塞がらないとはまさにこのことだ。なんかおかしかったですか？あ、ごめんね。ポカーンとしてたコウキくんが、可愛くってつい。驚くなって方が無理ですよ。さっきまで会長が鹿くん先生だなんて思いもしてなかったんですから。私も驚いたよ。落とし物を拾ったらそれが芋サラダ先生のものだったなんて。しかも女性だと思ってたのに男の子だったから余計に混乱しちゃった。そういえばあの時、君って男だよねって確認してましたもんね。それはそう思うよ。どんな人なんだろうって思ってつぶやきを見たら、今日のお昼はレアチーズタルトとか、食べ過ぎて1キロ増えちゃったとか書いてあるんだもん。あー、俺が思ってる以上に内容が女子化してるな。あと食べ過ぎるならケーキじゃなくて飯を食え、飯を。実はあれ、更新は妹に任せてて、俺は一言もつぶやいてないんです。なるほどね。はあ、すっかり騙されちゃった。でも驚いたといえばさっきもだけどね。さっきなんか俺しましたっけ？だってコウキくん、ちゃんと挨拶したいから呼んだのに急に奴隷とか言い出すんだもん。反応に困っちゃった。思い返すと自分のことながら奴隷はないよな。さすがに昨日いろいろと考えすぎた。いやー、よかった、変なことにならなくて。メモ帳を拾ったのが会長で本当によかった、助かった。他の誰かに拾われて変に騒がれていたらどうなっていたことやら。そういえばその時、できることは何でもするともコウキくん言ってたよね。そういえばつい勢いでそんなことを口走ったような。実はね、コウキくんにお願いしたいことがあるんだけど。お願いですか？あら、何やら不穏な空気が漂い始めてきたぞ。うん、生徒会役員のことなんだけど。はあ。去年から共学になったのに、まだ男子の役員が一人もいないのはどうなのかって話が上がっててね。ずっと探してはいるんだけど、なかなかいい人が見つからなくて困ってたの。そこまで言って会長は期待の眼差しで俺を見つめる。俺をその役員にってことですか？うん、どうかな。もし断ったら俺が原作者だと言いふらしたり？しないよそんなこと。逆にコウキくんは私が鹿くんだって言いふらしたりする？そんなこと絶対しませんよ、絶対。それと一緒だよ、コウキくんに意地悪する理由なんかどこにもないもん。もちろん無理にとは言わないよ。でも前向きに考えてみてほしいな。生徒会の役員か。考えたこともなかったから、やりたいやりたくない以前の問題だ。他ならぬ鹿くん先生の頼みでもあるし、できることなら協力したいところではあるが。初めての選択肢ここなの？どっち？いや、まあ普通に考えたらどうなんだろうね。リアルでさ、まあなんかこう急にとりあえず何のさ準備もしてない状態でそんなことを言われたらさ、普通にポロッと声が出ちゃうとしたら、俺は多分俺には荷が重そうっていうと思うんだよね。まあ引き受けようは普通に、まあ会長、まあ鹿くん先生にこうまあ恩もあるしとか、まあいろいろね、そうまあ頼まれたしなくらいでいいんだけどさ、まあこれ選択肢ってことは少なくともこれは会長の好感度に関わる選択肢だよね。いやー、どうしよう。最初誰のルート行くかまだ決めてないからさ、ここで安易にどっちとも言えないよね。どうしよっかな。
でもそうだな、まあ、まあ最初だしね、引き受けようか。いやでもこれですっげえもうなんか好感度爆上がりして会長ルート行ったらどうしようね。いやまあいっか、いっか、引き受けよう。そうだな、自信はないがせっかく俺を頼ってくれてるんだ。俺にできることがあるかもわからないがやるだけやってみよう。考えるのはそれからだ。無理ってことはないです。俺でよければとも思ってます。本当？ただ漫画と学園で割と手一杯な今の状態で生徒会を手伝って他のことがおろそかになるのが心配なんですよね。その点会長は生徒会業務をこなしつつ成績もトップでイラストレーターとしても大人気なのか。やめよう、自分と比べても悲しくなるだけだ。それなら安心して、生徒会に入れば内申も上がるから進学にも有利になるし、ついでに漫画の打ち合わせもしやすくなるよ。あ、確かに作家業を続けていくつもりでも何が起こるかわからないのが人生。他の道に進みたいとなった時、学歴はあるに越したことはない。原告以外の成績はあまりよろしくない俺にとって非常に魅力的だ。それと締め切りが危ない時は融通も聞かせるようにするからね、どうかな。正直なところ今漫画が人気を得ているのはイラストの功績が大きい。俺が手伝うことで会長の負担を減らせるなら、これまでの恩を返すいい機会でもある。いろいろ考えてみたが断るという選択肢は出てきそうになかった。はい、わかりました。はあ、引き受けてくれるの？俺にできることなんてたかが知れてると思うんですけど、それでもよければよろしくお願いします。よし、決まりだね。少しの間を置いて会長はにっこりとその美貌を輝かせ、ようこそ大水学園生徒会へ。帰りのホームルームを始める。はい。じゃあ一旦今日はここまでにしようかな、ちょっと短いけど。いやもう、いやなんかさ、あれだね、オープニングまで来たね。いやまだ全然序盤なんだけど。いやそっか、てかあれだね、あの選択肢がさ、オープニングの前に出ることってあるんだね。いやびっくりだよ、全然覚えてなかった。だいたいさ、だいたいあの本編入ってからのイメージあるからさ。いやそっかね、まあというわけで、あれですわ、無事こうきくん
無事まあとりあえず、製造会役員になるという方向で話が進んでいくようでございますね。はい。いやまさか、まあ、まさか、いやまあ分かってた人はね分かってたと思いますが、会長がね鹿くん先生だったということで、まあ、ここからはね、まあ本当に、まあ、がっつりいろんな選択肢も出てくるだろうし、まあ、本編ね、まあ、しばらくあの共通部分をね進んでいくかとにはなるんですが、いやもうねワクワクするね今のところまあ妹、妹の友達、まあ、後輩ですね。で、まあ副会長と生徒会長、この4名さあ誰のルートに進もうかねいやーまあ一つ言えるのはみんな可愛いよねいやーこれはなかなか難しいぜ選ぶの。もうなんかこうね、まあ、いっそさ全くさもう攻略関係全く見ずに自分が思う選択肢を進んでいってさ誰のルートに行くのか見るっていうのもまあ面白いんだけどさ、そうするとそうするでさ回収できなかった選択肢の部分のセリフを見えないっていうジレンマもあるので悩ましいよねまあ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 どういう感じで進めていくかちょっとまだ考え中ではございますが、まあ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 こんな感じで、明日からも進んでまいりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、てなわけで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととてもとても嬉しいです。てなわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。